みやとえ alongside 福太郎 what? あ、イフの福太郎です。はい、あ、今のジャマイカ語で喋ってるけど何なんですか今日は。今日はね、ちょっと雑談というわけじゃないんですけど、はい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 、まあ古着好きがおってなる映画をちょっと紹介していけたら、ね、おー、なるほど、思いまして、はいはいはい、まあ、3つぐらい紹介しようかなと。なるほど。ではさ、あんまり映画その古いのはそうですね。ディグってへんタイプ。そうですね。スパイダーマンが好きなんで僕は。なるほど。もうザ王道のね。そうなんです。一つ目。ギルバート・グレイプという映画があるんですよね。はい。これ面白いのが、はい、ジョニー・デップと、はい、レオナルド・デカプリオ、おー、デカプリオが共演してるんです。幼少期のデカプリオ、少年ぐらいの15、5、6歳ぐらいのデカプリオと、青年のジョニー・デップが共演してる。あー、すごそう。で、まあ、話としては、うん、その、ギルバート・グレイプがその田舎が寂れていってる中で、もう仕事もなくて田舎がっていう、その寂れた中はもうちょっと問題だらけの家族、あ、もう鬱屈としてるみたいな生活が、ほんまに鬱屈とした生活をのままこう進んでいった中で、こう一人のちょっとなんていうかヒッピーっぽい、なんか旅してる、生きてるような女の子に会って、でまあそこでちょっと心が開かれていくみたいな映画で、まあ、あんまり福太郎さんとかが好きな、というか日本人受けするような、こう、すっきり、全部すっきり終わるっていうよりは、その男の人のその人生の、ギルバート・グレイプという男の人の人生のここを切り取ったという、なるほど、いうような感じの映画なんやけど、おしゃれそう。70年代、80年代ぐらいの、はい、そのアメリカの人の服装とか、カルチャー的なもの、そうそうそう、わかると。が、すごいいい感じで、やっぱジョニー・デップってね、似合うんよ、そんな。哀愁のある。そうそうそう。哀愁のあるアメリカの服が似合うんよ。服ね、なんかそうそう。アメカジって、ああ、こういうことなんや。おぉ、なるほど。その、日本人が、はい、そのラフに、ラフさだけを取り入れてるけど、はいはいはい、ラフな中のに光るかっこよさがやっぱり本質である。もともと俺たちがアメリカのウェアにうおーってなったのはここやな、惹かれた部分がというのがね、すごいあって、うん、でしかもいい映画もね、なるほど、ちょっともう古いと泣いてしまうような感じ。なるほど、ちょっと面白そうやね。そうそうそう、うん、でまあそれがまあ1個目、ギルバート・グレイプ。ギルバート・グレイプ、はい、これ結構有名なの、みんなも知ってる人は知ってたと思う。なるほど。2個目がちょっとマニアック。お、もう僕は1個目で知らなかったけど、さらにマニアックということで。はい。はい、オン・ザ・ロードっていう。オン・ザ・ロード。まあ、路上、日本語訳する、はいはい、路上ですね。そうですね、うん、あの。よくヒッピーとか聞くじゃないですか。まあ、ヒッピーっていうと、あの20世紀少年で出てきた、あの、映画やと山寺宏一が演じてた、はい、ラジオをやってた人がやるような、あの、フレアのパンツ履いて、こうラブ&ピースの T シャツ着てみたいな。わかるわかる。感じの、ああいう、なんていうか、こう、はい、自由に生きていこうぜみたいな感じの人たちの思想の元になったというか、はい、完全な、こう、ルーツではないんやけど、まあ、その、ヒッピーの人たちが、その、リスペクトしてるというか、うん、っていうので、ビートニックっていう、その、ビートジェネレーションっていう、呼ばれる人たちがおって、はいはい、でその人たちの、その、ビートっていう言葉を使い始めたのが、ジャック・ケルアックっていう、はい、詩人の方なんだけど、詩人とか物書きの人なんやけど、はいはいはい、その人の自伝、うん、反自伝的な小説を、はい、その元にした映画の映画なんです。なるほど。まあ、自伝、反自伝的なんで、うん、特にそんなすげえドラマがあるとか、起承転結でドラマがとかじゃなくて、ではないんやけど、そのすごいのが、うん、ニール・キャサリーっていう男の人がおって、はい、そのそいつを中心にいろんなこう物書きとか詩人とかが集まっていって、はい、もうみんな自堕落な生活を送ってたんですよ。こういうおかめながら、はいはいはい、もうドラッグはするしもう男だろうが女だろうが関係なく、はい、してしまうし、もうすごいなんていうかめちゃくちゃな生き方を、ね、破天荒してたような人たちなんですけども、うん、そういう人たちが、うん、なんていうかそういう生き方込みでちょっとで、おもろい作品も書くと、はいはい、っていうのがもう、まあ、カリスマ的というか、はいはいはい、すごい独特な文化で、はいはい、っていうのがあって、そのミユ・キャサリーとジャック・ケルアックの出会いを自伝的に書いたのが路上っていう作品なんです。なるほど。破天荒な奴らの時代っていうのが1950年代、はい、で1950年代って言ったらまだそこまで
そのデニムとかがファッションになって、なりかけてた時。ほんまの作業着やったの、そうそう、境目みたいな。まあ、もともと大学生とかの間で流行ったりとかはあったらしいんですけど、はい、戦前も。うん。まだ、やっぱり普通の人のファッションは、その、スラックスやったりとか、いう時代の中の、はい、その、1950年代。まあ、だからちょうどザ・ワイルド・ワンっていう、うん、あの、リーバイスを、なんちゃらマーロンさんが、はい、はい、リーバイスと革ジャンを合わせて、リーバイスがファッションになったみたいな、よくリーバイスのサイトとかに載ってると思うんですけど、あれの、あれがちょうどあったぐらいの年の映画なんで、もうみんな格好がね、ちょっとイケてるんですよ。なるほどね。なんか古着って、あの、ヴィンテージとかって大体60年代、50年代ぐらいから言うと思うんですよ。それまではオールドやみたいな。ああ、何年前のやつとか、ね。そうそうそう、はい。っていうその、ヴィンテージっていうのは何やったんやっちゅうの。ほう。っていう頃の服装のみんながナチュラルに着てて。で、ビートの人たちはもちろん雑に着てるからデニム履いて、もう T シャツ着て、うん、なんかワークシャツバンって羽織るとか、はいはいはい、そういう感じの着方をしてるんですよ。あれが。で、あ、その、けど髪とかはかっちりこう固めてたりして。これがアメカジの色気なんやと思ったね。色気ね。そうそう。で、はい、3つ目。3つ目。まあ、3つ目。これだけ見てもらったら大丈夫です。もう1、2はもう、これを見てもらえたらどうでもいいぐらいの。もうショートケーキのイチゴだけを今残してた状態な。なるほど。端からこう見て。はい。その、ワンダラーズっていう映画がありまして。ワンダラーズ。はい、まあ、ワンダーがあの、WANDER で、はい、まあ、ぶらつくとか、そういう意味かな。ああ、はい、はい。彷徨うものみたいな感じなんかな。うん、その時代的には、舞台は、1960年からぐらいの、はい、70年ぐらいのアメリカで。はい。で、そこ、その時のアメリカっていうのは、まあ、人種がいっぱいおって、はいはいはい、おるんやけども、その時にはもう。はいはいはい。けど、もうみんな、まあ、今でもなんですけど、うん、人種ごとに、もう、ガッチガチに固まって、なんていうかもう、若い頃はもうそれでギャングを形成してるみたいな。ギャングまで。で、そのギャングの名前がワンダラーズ。イタリア系アメリカ人の学生グループがワンダラーズ。ーその学校は、そいつら、ワンダラーズがおる学校は、うん、その学校の中で人種ごとに分かれてチームがいっぱい、はいはいはい、こいつらは黒人や、こいつらはユダヤ系や、はい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 、こいつらは中華系や、みたいな感じでガッチガチに固まってて、うん、もう俺らはこういう集まりだ、みたいな。もうみんな、で、その、スタジャンとかにその自分のチームの刺繍みたいなのをして群れて、不良たちがまあ群れて時には争ってみたいな。でまあそういう中でこう争った中でその人種を超えたまあ友情が芽生えたりとかもしつつみたいな。でまああんまりお世辞にも不良なんで、で結構リアリティのある描写というか、なんでグロテスク。グロテスクまではいかないけど、バイオレンス。そうそう。であんまりそんなめっちゃ褒められた行動があったりとか、ほんとしみるようないいことはないんですけど。なるほどね。まあ、けど、その、状況というか、まあ、シナリオ的には、結局、なんていうか、笑い事したりして、で、結局、チリジリになっていったりするっていう感じなんやけど、まあ、その中での、その、思春期の少年たちの心の成長とかが描かれていって、めちゃくちゃ面白いんやけど、でそこで面白いのが、うん、その人種ごとでも着こなしとかもやっぱり出てきたりとか。ああ、なるほど。で、イタリア系のギャングなんやでしょ、そいつらは。だから、その、なんか、ちょっとイタリア人が着そうな、シャレたポロシャツ、ニットポロシャツとか、その、シャレた柄シャツとかの上にスタジャン着てて。イタリアの感じ。かっこええみたいな。なるほど。とか、その、スキンヘッズたちのギャンググループもあって、はい、でスキンヘッズたちはもう、ザ・5、60年代の革ジャン、ヴィンテージの革ジャンに、ボロボロのデニム履いてみたいな。でもまたかっこいい。そうそうそう。とか黒人たちも、うん、その、自分たちのスタジャンで揃えてみたいな。うんうん、なるほど、ね。かっこいいみたいな。なるほど。まあほんまにもう、あれはマジで、アメカジの教科書やって、見たときも。何でもあると。アメカジ完全ガイドマニュアルだった。なるほどね。ワークウェアの着こなしというよりはカジュアルウェアの、はいはいはい、着こなしなんですけど、スタジャンとかそういう。うん、あ、けどやっぱかっこいいな。あ、デニムってこうやね、みたいな。なるほどね。すごいあって、もう。そうそう。この、今言った3つは結構渋、話は渋いけど、はいはいはい、そういうなんていうか。まあ
ファッションの歴史にも通ずるものだろう。通ずるし、うん、何より当時のその人たちの、なんていうか、変にこう、客食じみてないから、当時の人たちの、なんていうか、価値観というか、生き様みたいなのもね、あってね、すごい、あ、バイブスやった。出ました、バイブス。はい。そうなんですよ。ああ、なるほどね。そういう感じでね。はい。まあ、言うて、俺もそこまで映画詳しくなくて、うん、その、しょっちゅう見てるっていうよりは、むしろ、はい、なんていうか、ビデオショップとかたまに行った時に、はいはいはい、このジャケットはみたいな。映画をジャケ狩りするの。ジャケ狩りしてる。こいつら、こんなアメリカのイケてるバイブス感じさせてくれるやつなら、はい、もう話も納得させてくれるやろね。ハズレも多いんちゃいます、それ。あれ、それは、アメリカは結構ハズレへんけど、そのフランスとかは結構ハズレ。まあ、今言った作品の程度の深さでしか自分は映画は知らないんで、まあ、うん、もっと、アメリカの映画あるで、ね、ああ、なるほど。あったらぜひとも教えていただきたいですよね。いや、でも、恥ずかしいけどね、僕、スパイダーマンとか言うて。すごいなんか、深そうな。スパイダーマンもね、けど、いいよね。僕めっちゃ好きですけどね。もう、起承転結で、ザッみたいな。やっぱりハリウッドが出てから、すごい、話の、うん、起承転結っていうか、とエンタメと、うん、その演出がすごいこだわり始めてる。2時間できるんだよ。そういうのもあるね。はい。ということで、まあ、一旦この動画はここまでにして、はい、ここまでで。ちょっとこの先、はい、この話聞いて、おって思った方は後半も見ていただければと思うんですけど、ここ一旦ここで切っておきます。前後半で。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。